はい、やってまいりました。やばすぎる仮面覆面下投手の検証です。お疲れ様です。サンキューベット結果です。本日も4ベット2665円のプラスでした。利率は 67%。 アメミズ社長によろしくお伝えください。また博多から姫路で飲みましょうと。昨日はブックメーカーで買ったお金でヒルトン福岡で家族で食事をしましたということで、まあ今日はですね、天水隊長のご自宅で、お泊まりさせていただきまして、はい、姫路に来ております。で、いただいた結果なんですけど、555円、558円、1115円、430円、2665円ということで、2665円プラスですね。はい。うん。はい。まあ、いつも通り淡々と買っております。で、ヒルトンで、優雅に家族で食事と。すげえな。へえ、なんか、お金持ちブランディングに使えそうな、キラキラ女子系ですね。キラキラ女子系が使えそうな感じのとこですね、これね。いいんじゃないでしょうか。はい。で、まあ、鷲津さんと雨水隊長ね、飲んだことはあるんですよね。そう。で、なんか大阪で雨水さんにセミナーやりますよ、またセミナーやりますよって言ったら、いや、福岡行きたいです、みたいな。福岡行きたいっす、みたいな。言ってたんで、福岡で、鷲津さんとまた近々セミナーを、そうですね、4月ぐらいになんかね、4月ですかね、4月ぐらいにちょっと僕多分福岡行くと思うんで、また3月の中旬ぐらいに東京行って、東京から、今度4月大阪行って、で大阪からまた福岡行ってみたいな、そこ東京と鹿児島の間にちょっと経由する都市が増えたんで4月の終わりぐらいですかね、ちょっとセミナーできればなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、明日ですね、僕明日6時半起きぐらいなんで、そろそろ僕寝たいと思います。はい、寝ます。はい、さっきライブ23時の毎日どうでしょうやって終わったんですけど、寝たいと思います。はい、ではお疲れ様でした。